小刻みプラスもう一度見せたい回、はい、始まりました、はい、今回のゲストはこの2人です。どうぞ。イエーイ、東平選手ワイド小遊三よ。配信ゲスト小遊三よ。このキャラだった。今回このメンバーで見るのは、はい、ドライブ企画ミゼニで GO!GO! です、はいはい、一緒にドライブをした、まあ、ワイドーさんと、はい、このミゼニで55をえらく評価している。深夜にもミゼニで55がもう本当に一番好きで、うん、そんなことを言ってたらここに呼んでもらいました。ファン、ただのファンですよ。ファンが。よかったよかった。言っときますよ、俺そんな喋ったことないから。マジそうなんですよ。でも深夜とかじゃないの。深夜好きだよ。あのよく局のエレベーターとかで会うけど、うん、お疲れするぐらいよ。それ挨拶して。これ今どう絡んでいいか俺今詰まってるからよ。また探り探りだ。そう、マイド。いや本当にミゼニで55は、うん、でもそんなに回数やってないですよ。やってない。前半はよくやってましたけど、うん、そうね。いやもうな、本当なんでやらなかったんかなと思うぐらい。確かにあれどんどんやってもね、うん、よかったよな。でもこのワイドの回面白かったな。面白かったな。